アフリカネーションズカップ1988は第16回目のアフリカネーションズカップであり、アフリカ各国の代表チームによって争われるサッカーの大会である。はじめザンビアで開催される予定であったが、開催権を返上したため、モロッコのシュトラバトとカサブランカで1988年3月13日から27日に行われ、 カメルーンが2大会ぶり2回目の優勝を決めた。予選には34カ国が参加。以下の国が本大会に出場した、グループ A アルジェリアとコートジボワールが、勝ち点3、得失点差0、当該国同士の対戦した結果で並んだ。その後抽選を行い結果アルジェリアが準決勝に、進出。モロッコ V ザイルコートジボワール V アルジェリア。 コートジボワール V ザイルモロッコ V アルジェリアアルジェリア V ザイルモロッコ V コートジボワールグループ B、カメルーン V エジプトナイジェリア V ケニアカメルーン V ナイジェリアエジプト V ケニアカメルーン V ケニアナイジェリア V エジプトナイジェリア V アルジェリアモロッコ V カメルーンモロッコ V アルジェリアカメルーン V ナイジェリアありがとうございます